リッチモンドホテル仙台から仙台空港に向かいます。50人乗りのバス、リッチモンドホテル、3日間お世話になりました。スタッフがたくさんいた。多分検疫官とかホテルとか宮城県県職員も多分いましたね。あ、やっぱり1階にはロイヤルホストが入ってました。ちなみに昨日の夕飯にタンっぽい牛タンっぽいのが出てたんで、同じく入所してた人に昨日の夜のあれ牛タンですかね、あれは多分豚だって言われました。残念ながら牛タンではなく豚タンだった模様です。出発しましたね。ここ仙台なんであれなんですよね、全日本女子実業団駅伝の毎年会場になってるんですよ。クイーンズ駅伝かな、今年は積水化学が優勝しましたね。去年は JP 日本郵政ですね。ご案内いたします。これより先このバスは仙台東インターチェンジより高速道路に入ります。この先終始路面状況大変悪くバスが揺れます。安全確保のため座席備え付けシートベルト着用をお願いいたします。50人乗りのバスに10人しか乗ってません。お願いをいたします。法律によりまして全座席シートベルト着用義務付けられております。シートベルトの着用のほどをお願いいたします。なおこのバスは車内換気を実施いたしております。高速走行のため窓を開けることができません。そのため機械を用いましての車内換気となります。エアコンを外気導入モードに設定し外から空気を取り入れバス車内の空気を排出させる循環型の車内換気を行い、外から空気を取り入れバス車内の空気を排出させる循環型の車内換気を行っております。またこのバス除菌用発生装置付きエアコンでございます。除菌用発生装置付きエアコンを利用し外気導入モードに設定し常時車内換気を実施いたしております。仙台空港まではおよそ1時間を予定しております。担当いたします運転士宮城交通伊藤です。安全運転で参ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。仙台空港の国際線の出発
ターミナルこんな感じですね。今国際線普通の飛んでないからガラガラなんですね。あの自動販売機すら動いてないんですよ。お土産買うチャンスあるかなとかった、ハギの月買えるかなとか思ったけど、ノーチャンスでした。まだ飛行機もついてないみたいですね。残念。今2時半ぐらいなので多分4時までここで待つんだと思います。隣にはピーチの機体がある。運行してるんですね。大阪仙台便かな。また足元の広い席で国際線用の機材ですね。荷物も受け取って成田空港で解放されました。どこだっけ、オリックスのレンタカーはもっと奥だった気がする。レンタカーオリックスじゃないか、トヨタ。なんかローコストバスってあるんですよね。普通のバスと区別してるんだけど、天井図なんですね。この辺にいる気がする。あ、出てきた。トヨタレンタカーです。こちらのお客様。トヨタレンタカー。レンタカーの送迎車に15分ぐらいしたら来るって言うんで、それまでターミナルの中散歩しましょうか。いや、あんまり散歩したら怒られるか。あくまでまだ自主隔離の身ですからね。スイッチ人気ですよね。僕もね持ってないですけど、なんか任天堂のこういう展示スペースでちょっとだけマリオのゲーム遊んだことあります。今まだ5時半ぐらいなんだけど、予約してたの8時でまだ時間あるんだけどありますか、ご準備できてますかって聞いたら大丈夫ですって言われたんで、2時間早いですけど乗せて使えるみたいです。よかったです。レンタカーの20番はこっちですね。練馬ナンバーのビッツですね。こちらで北区まで出発でございます。
出発します。ありがとうございます。これでいいのか。東京駅停車鶴橋リポート交通情報センターの前田さん、よろしくお願いします。これで進むのか、はい、東京の第一京浜が事故で渋滞しています。第一京浜は下りの大田区大森本町2丁目で、乗用車やオートバイなど車3台の事故のため通行止めになっています。進みそうですね。ああ、スーツケースが倒れたな。ライトをつけてなかった。危ね。首都高速道路は4号線の上りの A 福の先で事故のため、中央道の現在地バス停付近まで11キロの渋滞。まあ別に4号線下りはこの事故の影響で三宅坂ジャンクションまで渋滞しています。伊佐子線の上りは火災で事故のため、三宅坂ジャンクションまで8キロの渋滞です。レッツゴー。成田駅前ですね。成田駅前の交差点まで来ました。ここまでで20分ぐらいかかっちゃったから到着です。真っ暗ですけど長旅でしたね。ということで駐車場に車止めて、コインパーキングなのでちゃんとお金払って明日の朝まで止めておきます。おはようございます。寝癖がひどいな。隔離解放からの翌日でございます。まだ自主隔離はついてますが、昨日使ったレンタカーを返しに行かないといけないので、よいしょ、レンタカー返しに行ってきます。よいしょ。では、ちょっと待ってよ。結構寒い。こちらでゴールです。終了です。さようなら。